牙がうずく。トモよ、ここに至るまでその手でいかなる時代を作ってきたのか、それを世に教えてくれ。カイムトラ、何故今この時に。今この時だからこそじゃ。ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからズババババババーッと振り払っちゃいますよ。邪魔するでない娘、怪我では済まない。脅しても無駄ですよ。キミコ様が敵って言ったから、あなたは私の敵なんです。己の真なるものに準ずるか、それもよかろう。じゃが己の信ずる者以上、己が従うべき定めというものがある。定め？私の定め？それは。そうとも、立ちはだかる障壁などうぬが手でみじんに打ち砕いてやれ。痛い。この者と吉田様との立ち合いを。1年に何度騙されると騙されやすい人認定ですか。あなたのことは分かりました。私はそれを伝えに行きます。まずい。このまま伝令されては警戒を強められてしまいます。気迷いましたか武田信玄。ここに荒らせられる足利義輝公なる。無論承知よ。引きなさい。このままではあなた様が逆賊の汚名を。お主一体どのような悪手に浸っておるのじゃ。火の元の森人たる俺たちがこんな簡単に。幾百の時を経てもなお滅びぬ国、そこへ導きうるはただ一人、このアマテラスの巫女のみよ。貴様、目的は上様か、それとも足利か。目下のところお主。
足利と敵対するつもりなら我と手を組め。ほほう、お主離反する気か。元より足利に従うは見せかけよ。木に臨め、天に応じ打つ。今がその木というわけじゃな。だがお断りしよう。何？手の内を語る作詞の策などにこのわしは乗る道理もなかろう。信ムクロ相手に嘆き続けたとて何ら好転はせぬぞ。積み重ねた重さであればわしとて引けをつく。貴様、我が思った以上の駒であったか。愚物め、後悔するぞ。わしをたばかろうなど100年早いは若ぞ。風となり望むがまま遊ぶがいい。蹂躙すること火を吹き行かれる山のごとし。極める災害の宇宙、毛利軍は撤退の兆しか。牙を剥くその時を楽しみにしていたのだが、惜しいな。おたわむれはほどほどになせます。そこまでだ。過失の悲劇など起こさせまするな。あまたの命が儚くも落ちる。創生の道を行かばそれもしかり。たける炎がごとく鋭きこと、いてつく氷のごとし。我がいてし剣にて打ち滅ぼす。勝てば官軍という言葉を存じてはおらぬか、軍師。何より将軍の座を自ら捨てたは足利義輝。役賊も何もあるまいて。しかし心が眠っておると立ち筋も鈍るものよな。私は眠ってな。眠っておろう、さながら春眠のごとく。私を預けるのはあなた様らしくもない。そのありさまじゃ預けりたくもなるわよ。
されたその時こそ。願わくばあなたが帝を満たせし者であらんこと。今のお主に勝ったとて決着とは思わぬ。それほどお主は儲けておるのだ。何を。の資格ありとお見受けいたす。あのお方は底なしの器よ。それに満たされはせぬ。我が風林火山は神草の心に願いと共にあり。剣心よ、見ているがいい。このわしが足利義輝はしのいでみせようぞ。帰るな虎。足利家臣一同よ、祖先の英霊と共に進め。承知。世が望むは人々がたぎろう熱き時代、すべてのものがさんさんと輝く生きた時代。さあ友よ、今こそ創世の時。お主が剣心を夢に酔わせておる。それはまさに言い得て妙だ、友だ。世は今や群雄割拠の熱に浮かされた一人の少女だが、あの者には過去の世こそ真の姿であるようだ。生まれながらにして帝王、それがお主の逃れられぬ定めか。いきさつは理解した。しかし世とて剣士の端くれ、負けてやるわけにはゆかぬぞ。残念じゃ。真剣勝負に手を抜く輩であれば道場に連れ帰ってしごき倒してやったものを。その方はまさに得がたきと。あの者が羨ましい。思い違いをするでない。わしと剣心は友などではない、宿敵よ。剣心、見よ、聞けよ、そして目覚め。これがわしの魂の叫びじゃ。真の友とはそういうものか。羨ましい限りだ。いいな。これはいい。
上昇、 CG に上位なしが、感じるぞ天下を吹き散る欲望の熱気だ。その方が命運を落とす相手は世ではないということか。あとは天が望むままに。それが定めだ、友よ。目覚めたか、剣心よ。いざ我らが定めの流れ掴む場所へ。かの地でわしらの定めが決する。来ましたね。しかしすでにこの地は毘沙門天の手の上。上杉全軍、包み込みなさい。ここが定めの流れ着く場所である。全てが始まった地でもある。記憶の中のお主が鮮明すぎ、懐かしむことすら叶わぬ。まっ、白日に見る夢がごとく。剣心様、あの男とならば共に手を携え歩む道を。軍神などと謳われていて定めには決して逆らえない。まだ助かる、急い。誰が呼んだか。いや、呼ばれずとも俺は来る。眠れし無敵、直江兼継ぐ三十王。アンクルナ、軍神のご加護を信じるんだ。勇気か、否、無謀だ。氷の手さ、まずはそれがしが行く。奴の泣きどころを見極めよ。安定不動、乱れに動くなかれ。私も一匹のマス、そうは心から。剣心様、私は奴隷。お主の魂見定めさせてもらうぞ。俺たちが苦戦したあいつをこうもあっさりと。我が軍を阻む者なんてありはしねえ。穴打ちなんか考えちゃいねえが、やるしかねえ。見事でござりまする、親方様。お前も、そしてあの方、
互いの定めに決着をつけるためこの地へ来た。あの方のお心内が私などにわかるものか。だからこそ私は冷たくきらめく剣でありたい。上杉の忍び名は春日であった。ヒゲなどするな。そなたもまた一番星よ。危ういと思ったらいつでも呼べ。私ごときが今さら出しゃばる幕じゃないと分かってもいるんだ。軍神の剣は膝をつかない。それでも私はあの方と生きたい。この手でお前のこの手でも。忍びよ、お主はすでに剣神の一部だ。故にお主も同じ運命の輪の中にある。私が剣神様の一部。そうじゃ、さればこそ分身の名に恥じぬ。力と技の限りを尽くせ。来い、分身が剣のひらめきよ。感謝する。さあ鞘に戻ります。私は剣心様、いつまでそのお様。一つの定めは今終わりを告げ、時は来たり。この日の元に幾度となく繰り返されし選定の儀、いざ問わん。そなたは誠の主なりよ。待っておったぞ剣心。待たせてしまいました。氷の刃は炊ける炎を沈め導き、熱き魂を凍える心を溶かし震わせ。この世で一番熱いのが誰かようやく分かったかい。定めは激水の流れる早きがごとく。うね、坂巻、牛音とない。ただ一つの終焉へ。変身信玄。新たなる定めが始まる。うん、これよりは共に歩もうぜ。さあ来たぞ、お主の国じゃ。そうか、嬉しいか。何の礼には及ばぬ。おかげでわしもこうして語らうことができる。これで酒があれば文句なしじゃ。そういえばお主も相当な酒豪だと聞いておるぞ。
お主が申しておった場所はまだ先か。越後を一望できる山の頂、確かにお主が眠るにふさわしい。よし、着いたら酒盛りじゃ。心ゆくまで杯を交わそうぞ。